添田町は、福岡県の中央部に位置する町である。田川郡に属しており、地区を構成する自治体の一つ。地区地方の南東部、田川郡の南部に位置し、彦山などの山々の連なる地区山地で、大分県と隣接する。今川の上流部には、雪ダムがあり、町域の多くは、山間部である。 山間部に位置するため気温の寒暖の変動が大きく、冬場は最低気温が氷点下まで下がることも多いが、過去最低気温は1981年2月26日に観測された摂氏6.6度で、内陸部の割に冷え込みは厳しいとまでは言えない。長域南部を中心に山間部のため雪が降ると積雪することも少なくない。 特に英彦山周辺はまとまった積雪に見舞われるため山間部の国道500号は積雪、路面凍結などで通行規制や通行止めになる場合がある。夏季の熱帯夜は多くても数日で観測されない年もある。添え町では縄文時代より定住生活が始まったと考えられており特に大技津野地区に位置する縄文後期の遺跡からは 新潟県糸井川より、園路はるばる運ばれたと見られる大型の鉱玉性、翡翠大種が発見されている。かつては、畜放丹田の炭鉱が存在したが、エネルギー革命による石炭需要の激減により、すべて閉山している。1960年代には2万5千人ほどいた、人口は半減し、2006年現在、1万1000人ほどとなっている。 歴代町長前町長の山本文夫は1971年に就任して以来10期40年近く町長を務めた。2007年1月16日に告示された町長選挙では山本以外に立候補者がなく10期目の当選を果たし、本来ならば2011年初頭まで町長職を務める勘定となっていた。また、 全国町村会の会長を1999年から2010年3月まで10年余り務め、当時全国知事会会長を務める麻生渡ると強調して地方の声を政府に伝える役割を担っていた。しかし2009年に福岡県町村会汚職事件が明らかになると事件に絡み辞任した当時の中島孝幸副知事に 後期高齢者医療制度発足に際し、町村会に有利な取り計らいをしたお礼に賄賂を送ったとして、全副知事とともに2010年2月2日夜、福岡県警察に逮捕され、起訴後の2月下旬に保釈となった。その後、会食に必要な署名が集まったとして、住民団体によりリコール請求がなされ、一旦は2010年8月22日までに、 住民投票が行われることとなったが、同年7月5日に辞職届を提出し、同20日の臨時町議会で辞職が承認されたため、住民投票は中止となった。このため、町選挙管理委員会は8月22日に出直し、町長選挙を行うこととし、現職の山本は、改めて立候補したが落選、新人の寺西明夫が当選した。 これにより、約40年続いた山本文夫町長による調整に終止符が打たれることになった。小学校中学校2010年3月閉校。添田町立添田中学校に、統合2010年3月閉校。添田町立添田中学校に、統合高等学校大学添田駅彦山駅、空港はなし。最寄りの空港は、北九州空港。 福岡空港など。その他、上記の日田彦山線の鉄道代行バスを呼び、登録制予約制のデマンド型乗り合いタクシーがある。高速道路町内には通っていない。最寄りとなるインターチェンジは、以下の通り。一般国道県道英彦山神宮は、個人は、個人1985年まで町内を通っていた、国鉄添田線は、 昭和54年度に営業係数ワースト1となり、日本一の赤字ローカル線として知られた。その後、同線は廃止前に営業係数最大の座を三行線に譲ったが、これが縁となって、添田町は三行線が通っていた北海道の美深町と姉妹提携を結んでいる。ありがとうございます。